今シーズンなんとか勝ち越したものの2年連続で B クラスとなってしまった巨人。3年契約の2年目を終了したところで退任した原監督に代わり、2024年シーズンは阿部慎之助新監督が指揮を執ることが決定しました。来季優勝に向けて検討事項が多い巨人ですが、まずは今シーズンの巨人の主力選手の成績を改めて確認し、来シーズンの年俸予想をしてみたいと思います。選手の動向予測は少し煩わしいかもしれませんが、それもプロ野球の楽しみの一部と捉え、ぜひコメント欄にご自身の予想もしてみてください。今季活躍した増額が予想される選手。巨人の2023年の総額年俸は約40億1580万円で、12球団中3番目に総額年俸が高い球団となっており、1億円を超える選手を11名抱えています。野手では坂本選手の6億円、投手では菅野選手の5億円が個人最高額です。しかし坂本選手、丸選手、小林選手の長期契約が今季で終了することで、年俸が大きく変化するのではないかと予想されます。また中田選手と梶谷選手の契約はまだ継続中です。そして新たに次のシーズンで1億円プレーヤーになる可能性のある選手は何人いるのでしょうか。個々の成績をもとに選手ごとの来季年俸予想をしていきます。まずは巨人のキャプテン岡本和真選手です。今季の年俸は2億7000万円、今シーズン140試合に出場し、打率2割7分8厘140安打、41本塁打、93打点、キャリアハイとなる41本塁打を放ち、2年ぶり3度目のセ・リーグ本塁打王に輝きました。シーズン終盤には6試合連続でヒットが出ず、打率が2割8分未満に落ち、100打点にも届かなかった上、OPS も 0.958 となってしまいました。しかし全体として見れば十分に活躍していたと言えるでしょう。昨シーズンはキャリア最低の成績となってしまい、年俸は3000万円減俸されました。しかし今シーズンは本塁打王、長打率でリーグタイトルを獲得しましたので、年俸は8000万円増額し、3億5000万円程度になるのではないでしょうか。次は戸郷翔征選手です。今季の年俸は9000万円、今シーズンは24試合で先発し、3年連続で規定投球回をクリアしました。防御率は 2.38 とキャリアベストを記録し、12勝5敗でリーグ2位の勝利数を上げ、戸郷選手は最高のシーズンを送ったと言えます。リーグ最高の完投数4を記録、また2713球を投じるなどのリーグ最多記録を樹立しました。また今年は WBC の日本代表にも選出され、同じく代表のダルビッシュ選手から第2の決め球となったスライダーを伝授されたと話題になりました。シーズン中にもそのスライダーは安定しており、戸郷選手自身もスライダーの曲がり方も安定して、スライダーだけでもだいぶいけるようになってきたと、フォークに続く決め球として手応えを語っていました。昨年は1億円の年俸にはわずかに届かなかったものの、年俸増額はほぼ確定的です。年俸は6000万円増の1億5000万円と予想します。巨人最高年俸の坂本勇人選手は2年ぶりに規定打席を達成し、4年ぶりにホームランを20本記録しました。自身のキャリアで4番目の高さとなる OPS 0.884 をマークし、復活のシーズンだったと言えます。 OPS では岡本選手、 DeNA の宮崎選手に続くリーグ3位、サードとしてプレーしているものの、依然として打線の中核としての活躍を見せています。5年間の契約が今シーズンで終了し、新しい長期契約が結ばれるかも注目となります。今年の6億円を超える契約を結ぶ可能性は低いと考えられますが、過去5年間の成績で見ても、平均で打率2割8分、21本塁打、OPS 0.863 と安定した数字を記録しているので、来季は現状維持の6億円と予想します。巨人の正捕手の大城卓三選手は、今シーズン134試合に出場し、初めて規定打席をクリアしました。打率は2割8分1厘、119安打、16本塁打、55打点、OPS 0.787 と、キャリアベストの数値をマークしました。阿部慎之助選手以来の打てる捕手として、ファンの期待も非常に高まったシーズンとなりました。そしてリーグ4位のウォーを記録し、打手両面での高い貢献が目立ちました。キャッチャーという重要なポジションでありながら、チームの状況が不調だと批判されることもある中、
守備率9割9分8厘で3位、視察906、捕殺82、失策2、併殺12と守備でもトップクラスのデータを誇っており、巨人にとって欠かせないプレイヤーです。阿部慎之助新監督の指揮のもと、来シーズンはさらなる活躍が期待されます。大城選手は来シーズンに国内 FA 権を獲得する見込みなので、球団が長期契約を打診する可能性も高いと言われています。今回1年契約をもとに予想すると、現在の年俸に5000万円の増額で1億3000万円と予想します。しかし複数年契約となればさらなる増額が期待されます。そしてもし FA 市場に名を連ねることになれば、3年6億円以上の契約が現実的と考えられます。吉川尚輝選手は今シーズン2年連続の3回目となる規定打席をクリアしました。しかし打撃の面ではやや厳しいシーズンとなり、打率2割5分6厘、110安打、7本塁打、36打点、OPS 0.676 とキャリアワーストの数字となりました。しかしながら守備においては非常に高い評価を受けており、セカンドの守備評価では守備率9割9分2厘で2位、視察254、捕殺357、失策後併殺71と全12球団中でトップの実績を上げています。この守備の実績を加味し、今後の期待値も込めて、現在の年俸7000万円に3000万円の増額で年俸1億円と予想します。門脇誠選手は今シーズンの年俸が840万円です。今シーズン126試合に出場し、打率2割6分3厘、83安打、3本塁打、21打点、OPS 0.638 でした。チームで4番目に多い126試合に出場し、守備面では12球団中のトップレベルのパフォーマンスを示しました。シーズン前半の打撃不調を8月からの打率3割2分の好成績で挽回し、来シーズンにはショートの主力選手としての大活躍が期待されています。現在の年俸からは最低でも2000万円増の3000万円になると予想します。秋広優斗選手は今シーズンにプロ初ヒットをマークし、急速に主力選手としての地位を確立しました。規定打席には少し足りませんでしたが、121試合に出場し、打率2割7分3厘、121安打、10本塁打、41打点、OPS 0.720 と高卒3年目の選手としては素晴らしい成績を収めました。8月以降の打率は2割3分に落ち、ホームランも記録できませんでしたが、守備や走塁に課題を持つ一方で、シーズン前半は巨人ファンから非常に支持を受けていました。現在の年俸は630万円ですが、今季の活躍と期待値を考慮すると約2000万円増額の年俸2500万円と予想します。山崎伊織選手は今シーズン23試合に登板し、防御率 2.72、 10勝5敗でした。4月下旬からローテーションを守り続け、規定投球回をクリアし2桁勝利を達成。18回のクオリティスタートは戸郷選手を超え、リーグで2番目の好成績を持っています。戸郷選手に次ぐ高い評価を受けることが予想されるため、今シーズンの年俸2500万円から5000万円増額の7500万円になると予想します。中川浩太選手は今シーズン5月中旬にトップチームへの復帰を果たし、44試合に出場、防御率は 2.08、 17ホールドと14セーブを記録し、頼れるリリーフとしての役割を果たしました。貴重なリリーフとしてのチームへの貢献度は高く、今期年俸7500万円から2500万円増額の1億円と予想します。高梨雄平選手はチーム内で最も多い55試合に登板し、防御率は 4.19、 23ホールドでした。勝敗がついている試合はもちろん、1試合で複数イニングを投げるといった多様な使われ方を経験しました。主に左の打者を抑える投手として知られるかもしれませんが、実際には今シーズンは右打者をより効果的に抑えており、奪三振率も非常に高いのが印象的でした。役割を明確にすることでさらなる活躍が期待できると言えます。また来シーズンには国内 FA 権の取得が予定されていることを考慮し、年俸は現状の1億1000万円から1000万円増の1億2000万円と推測します。横川海選手は今シーズンを育成選手から開幕のローテーションをつかみ、シーズンの半ばまで一定のポジションを維持しました。登板数は20試合、防御率 3.95、 4勝8敗という成績で、その貢献はチームにとって計り知れないものでした。
シーズンの後半には安定しない投球も見られましたが、来シーズンに向けての開幕ローテーション入りには期待されています。期待値を考慮して今シーズンの年俸660万円から約1400万円増額して2000万円と予想します。赤星優二選手は今シーズン開幕ローテーションを勝ち取りつつ成果が上がらず、中盤は2軍で過ごすこととなりました。しかし8月の後半に1軍に復帰し、最終的には12試合に登板し、防御率 3.39、 5勝5敗、2年続けての5勝達成となりました。一方で1軍での活躍期間は短かったため、今シーズンの年俸2200万円から300万円の増額、合計で2500万円と予想します。菊池大稀選手は5月から1軍昇格し、シーズン終了まで1軍のブルペンに固定され、チームで2番目に多い50試合に出場しました。防御率 3.40、 11ホールド1セーブの成績で、リリーフとしてリーグで4番目の高い奪三振数を記録し、今後もブルペンの柱としての活躍が期待されます。今シーズンの年俸700万円に対して1800万円の増額の年俸2500万円と推測します。現状維持、現俸が予想される選手。次に現状維持と年俸が予想される選手を紹介していきます。まずは丸佳浩選手です。今季の年俸は4億5000万円、今シーズンは121試合に出場し、打率2割4分4厘、94安打、18本塁打、47打点、 OPS 0.729 と期待以上の成績は残せなかったと言えます。11年ぶりに規定打席を達成できず、レギュラーとしての地位を確立した後の最低の成績に終わりました。広島がリーグ3連覇の勢いに乗っている中、2018年のオフに2年連続で MVP を受賞した丸選手を巨人が5年総額25億5000万円で獲得。その結果、翌2019年からの2年間でリーグ連覇を果たすことができました。5年契約の最後の年に成績が落ちてしまったのは、丸選手にとって厳しい状況になっています。しかし、契約の前4年間は高い貢献をしていたことは確かです。丸選手の評価は、このシーズンの成績だけを元にするか、契約した5年間全体の貢献を元にするかで変わるのではないでしょうか。球団関係者によると、このオフの丸の動きには注意した方がいい、かなりの減俸になるだろうと予告している報道もありました。過去にも巨人に FA として入団し、優勝の要となった選手たちの中には給与が大幅に減少したケースもあります。2015年に杉内俊哉選手は6勝6敗という成績に終わり、自らの提案で年俸が5億円から過去最大の減額となる4億5000万円も減って5000万円となりました。また小笠原道博選手も2012年に打率1割5分2厘、ホームラン0、打点4という低迷を見せ、4億3000万円の年俸から3億6000万円減の7000万円で契約を更改しています。減額制限 40% の可能性もあるものの、過去の実績と今シーズンの成績ではそこまで減俸するとは考えにくいです。予想として次シーズンは1年間の契約で現在の年俸から5000万円減の4億円と予想します。投手最高年俸5億円の菅野智之選手は今シーズン14試合に登板し、防御率 3.36、 4勝8敗と故障の影響でスタートが遅れ、2年ぶりに規定投球回に到達せずシーズンを終えました。来シーズン復活があるのかにも注目される中、先発には戸郷選手、山崎選手、赤星選手、そして来季残留なら外国人投手のグリフィン選手、メンデ選手など一定数の先発投手は揃っています。阿部慎之助監督の新体制で来季は守護神にコンバートするのではないかという報道もありました。先発ピッチャーがリリーフに移行することには複雑な感情が伴うかもしれませんが、過去に転向したことで大成功した先輩がいます。それは巨人やメジャーリーグで先発リリーフとして輝かしい実績を持つ上原浩二選手です。1999年の新人時代に20勝を挙げ、エースとして名を馳せました。しかし2007年にチームのためにクローザーとして32セーブを記録、メジャーリーグでも救援投手として頼りにされ、2013年のレッドソックス時代には73試合に登板し、防御率 1.09 の優れた成績を収め、日本人として初のワールドシリーズ制覇を経験しました。42歳までメジャーリーグでプレーし、
436試合で防御率 2.66 という素晴らしい成績を残し、上原選手のキャリアは先発、セットアッパー、クローザーとしての成功を通じて、その多彩さの価値を証明し、名球会入りも果たしました。菅野選手の年齢も考慮すると、先発からクローザーの道もあるかもしれませんね。年俸だと2021年の8億円から6億、5億と減少してきており、今オフも減額は避けられない見込みです。前シーズンは規定投球回をクリアし、10勝を挙げたにもかかわらず1億円の減額だったため、今シーズンは最大の2億円ダウンとなり、3億円になると予想します。中田翔選手は今シーズン規定打席に到達することができずに92試合に出場し、打率2割5分5厘、67安打、15本塁打、37打点でした。今季年俸は3億円。今シーズンは坂本選手がサードにコンバートされ、岡本選手がファーストに移ったので、出場機会が激減する結果となりました。報道では FA 宣言して国内移籍を目指すのではないかと言われていますが、まだ複数年契約中です。移籍となれば今シーズンの成績と年齢を考慮すると大減俸が予想されます。現在の3億円から2億円減俸の1億円程度になるのではないでしょうか。小林誠司選手は今シーズン1軍に常駐していたものの、21試合の出場で打率1割2分5厘、1安打、0本塁打、0打点、OPS0.250 という結果にとどまりました。今シーズンで4年契約が終了し、海外 FA 権も持っています。しかし小林選手が巨人にとどまる場合、安定した立場が保証され、移籍に大きなメリットが見られない可能性が高いです。巨人も彼を3番手のキャッチャーとしてベンチに置くことで安定感を得ています。しかしこの成績をもとに年俸は下がる可能性が高く、現在の1億円から制限最大の4000万円ダウンして6000万円になると予想します。大勢選手は昨シーズン守護神として活躍しましたが、コンディション調整に苦しみ、今季は27試合に登板し、防御率 4.50、14セーブに終わりました。シーズン初めから中盤までの期間、失点を重ねる試合が目立ち、復帰後の3試合で失点を許すなど厳しいシーズンを過ごしました。 WBC への参加が影響したのかもしれませんが、それが年俸にどれだけ反映されるかは不明です。現状を考慮すると、今シーズンの年俸5700万円から700万円減の5000万円と推測します。今回新たに1億円プレーヤーになる選手は戸郷選手、中川選手、大城選手になると予想しました。いかがでしょうか。今回は来季の巨人主力選手の年俸を予想しました。あなたはどのように予想しますか。あなたの意見や感想はコメント欄よりお待ちしております。